どうも、シリュウです。それでは三国志大戦実況やっていきましょう。こちらのデッキはキレイワラ、相手はギブの大号令デッキで、相手はギブデッキなんですけど、そこそこ武力のあるパーツで固められているという感じでしょうか。キレイは効果時間が30カウント、ギブはもうちょっと長めなんで、まあ、同時打ちしたらこっちが先に切れちゃいますね。この場合相手のデッキは全て知力5以上のカードで固められてるので、ラケンはまあ誰に当てても一生というまではいきませんけど、もう早めに出しちゃった方がお得なんで、一番最前線でいいですね。その中でも一番まあメリットの大きい宝徳に当てれたんで OK で、こちらの伏兵は綺麗で行きますよ処理と、相手の左側の方は武力が545、それに対してこちらは復兵の踏んだ綺麗と遺跡の3枚、こちら右は1コスト3枚なんで、菅相手も、課金と宝徳ですね。なのでまあラインは上がって内乱一発、開幕で内乱取れたので大きいですね。できれば1枚目の策は割りたいところですが、さすがにブロックしに来ましたね。でこちらも攻撃が勝つなので、まあ藁デッキというのもあって、できるところなら柵を狙いに行きたかったんですが、柵は当てれず羅剣が撤退で、こちらは足並みを揃えて、相手も足並みを揃えてという形、まあそのまんまだと、ギブ対キレイの形になりそうで、綺麗なんですけど、前は戦場の部隊数分の武力が上がったんですけど、今回武力上昇値が1上がりました。長時間計略なので1上昇値が上がるというのは大きいですね。あとは長砲の牛歩の刑が効果時間延長、羅剣の火兵戦法が武力上昇値が上昇、比較的今回情報されたカードを主体にデッキを組んでいるという感じですね。相手は号令を打つ構えですね。もう相手号令打ってくるの明らかな構え取ってるんで、こちらも多勢の攻め、それに合わせる形で相手もギブの大号令、あギブの継承者ですね。 そうですね、あのギブ、あ旧作勢なんで未だに昔の名前で呼んじゃいますね。で綺麗が角化を捕まえれたんで、衝撃で突撃入れたいところで、相手は角化撤退させたくないので、銃のインガー、舞台は、綺麗衝撃を重宝と主力のところ3枚入れられちゃってるんで1回下がりますか。宝徳と装備の弓が痛いで、こちら遺跡の撤退前に綺麗を回復で、こちらは式4と3で使用式は7、相手は、ギブと各家で使用式は9で、魅力分と合わせ、差し引きで 1.5 分の式差がついているという形。ラケンいい仕事してくれましたね。ラケンが右側ある程度塗ってくれたので、綺麗でそのまんま中央を塗って内乱に発明。ただギブデッキの方が効果時間が長いので、この内乱で安心できるかというと少々厳しい。相手は、上げて塗りに来てますね。ただ宝徳は塗るせ、もともとが制圧位置でギブで制圧がゼロになって塗る能力がないので、この内乱は止めれそう。こちらとしてはこの辺りで一回ラインを上げておいて、ギブの続いてる状態で攻め込まれるという状態を避けるために、こちらからラインを上げて攻めに行く形で、王府が撤退前に、豪壮の伝授で綺麗で角化を捕まえて、角化取れるかどうか、衝撃で角化取れましたね。これ大きいですね。ギブデッキはやっぱり1枚撤退すると、まあ、全軍で攻めるデッキなんで、次のカウンターが取りづらい形。宝徳は取れない、ただ兵力はだいぶ削れたので即カウンターというのは厳しそうで、こちらは羅剣を、まあさすがにここは打ちませんね。最後の守りに綺麗の式も残しておきたいですし、で
そろそろ相手のギブが、まだ続いてますね。効果時間、1個前だったかな、ギブの継承者が効果時間伸びたのは。ここでギブが切れて、相手はシュレイを打つ構えですかね。でこちらは、5部隊出たところで綺麗、5部隊でも上昇値が上がったことによってプラス6で武力13になるので十分な防衛力は発揮してくれますね。樹機能が城内突して装備を削っていく。でこの場合ちょっと相手の構え的にまだ大攻勢だったら叩いたはずですし、増援かなというところもあるんで装備をまず叩きたいですね。で、装備が下がっていって、相手は核か、3枚かな、中央含めて。中央キレが入ってないですね、2枚なので、これ縄文のところはキレで守れそう。右側遺跡のところがシュレイとカキンとで挟まれてますが、ここはまあ羅剣の式があるんで、貨幣戦法上昇値が上がってます。で右側はもうキレイと羅剣で安泰なので、左側ですね、左側は、武力依存が高く長方が装備の弓で撤退で、次はただ遺跡が出てくるんで最低保証分で、ダメージを与えて装備が撤退。あとは遺跡の横弓と主上樹機能が主上なんで、左側も守りきれそうというところで、相手は再起の方、これは時間がないので、うん、大丈夫ですね。連戦まで考慮すると再起が見れたっていうのはアドバンテージですね。で相手は銃の因果、ここは多分式吐かなくてもですね、綺麗が間に合うんで守りきれますね。というところで、試合以上になります。対戦ありがとうございました。ここまで見ていただいてありがとうございました。また次見ていただけると嬉しいです。それではお疲れ様です。